内村直哉君の「修水霊」岸田邦男内村君の諸女作修水霊は非常に素直な力作である戯曲というものに十分興味を持ちしかも肥俗な方向を狙わずに舞台の芸術的効果を計算して作り上げられていることがわかるいわゆるお芝居をさせずに必要な筋の起伏を盛るということは 作者の文学的才能と人生的経験に待つほかはないが、内村君の若さは確かにこの題材の前で汗を流しているように思われる。経験の世界と想像の世界とが年齢を境界として目立った一線を隠しており、主題の全貌が観念の露出のままに終わっている箇所がないとは言えない。にもかかわらず、作者がきとし、 むしろ主要な目的とした生活環境の描写には特殊な観察をもって組み立てられた地方色とその底を流れる青春のノスタルジーが多少月並みではあるがかなり必要に従ってある迫力をもって一貫した快適なリズムを形作っていることは見逃せない人物としてはやはり敦と三郎 この二人の青年の対象が面白い。意識的に与えられたそれぞれの性格よりも、作者が無意識的にこの二つの生命に織り込んだ自分自身の姿、その思想、趣味、気分、いずれも現代青年の一部を代表する空気のようなもの、それが最も客観的な角度から捉えられていることは、 確かに作者の文学的素質から来たものであることを保証しうるのであるこの作品は要するに未完成品であると同時にいろいろなものを約束している点で注意すべき作品であるが今度これを築地座で上演するにあたって作者と協議の上若干筆を入れてもらった稽古中さまざまな問題が作者の前に提出され珍しく波乱に富んだ演出であった 私は非常に忙しかったのと、信頼すべき協力者、阿部雅夫君を得たので、稽古のほとんど大部分は阿部君の努力に期待した。2ヶ月に近い稽古は有意義に行われた。演出者の目標に舞台を近づけることの困難は、一般に俳優がその責任を負うべきものとされているが、阿部君の演出ぶり、むしろ俳優の指導ぶりは、まさに 自分が全責任を負うかのごとき趣を示している道君の熱意は文字通り舞台を燃え立たせ俳優諸君もよくこれに応えた人事を尽くしたと言うべきであるついでに装置のことを一言すれば元来進撃の舞台は進撃的装置を必要とするはずなのにこれまでは専門装置家の好意に甘えて 職業舞台の隊の贅沢な装置をそのまま採用している傾きがあった。今度我々はその点にも一つの試みを断行し装置のプランは演出者自身の手でこれを暗出し装飾的部分で画家の協力を求めることにした。幸い僕と親しい中川紀元氏がその活達自在な筆を持って回遊の地朝鮮の色を出してくれることになった。 二重の意味で一般観客諸君の注意を促したいと思う。年10月